YouTube をご覧の方にお知らせ。動画を見てるだけでなく YouTube で収入をアップしませんか？顔出し、声出し、撮影不要の新しい YouTube の稼ぎ方を無料公開中。詳細はこちら。韓国のネット掲示板に19世紀の日本の人形、妊婦と胎児の人形というスレッドが立っていたのでご紹介。19世紀にすでに卵子と受精卵、そして胎児の模型をあのように詳細に作ったという事実に驚かされる。韓国ユーザーの反応。2、韓国人鳥肌。3、韓国人キモすぎる。4、韓国人見せ物がかり鋭意。5、韓国人直接解剖したようだ。6、韓国人実際に妊婦を殺害し腹を裂いてみたので詳細に作られているのだ。7、韓国人6層なのか。8、韓国人7731部隊を知らんのか。9、韓国人医学の研究のために作られたものであろう。10、韓国人赤ちゃんの顔が精巧すぎる。